その少年はサッカーボールと共に育った。11歳となった少年は引っ越してきた南葛市で運命の出会いを果たす。ブラジルサッカー界のスター、ロベルト本郷、そしてもう一人、天才サッカー少年ゴールキーパー若林源三。この二人との出会いから少年の本当のサッカー人生が始まった。仲間、そしてライバルとの度重なる激闘、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、その全てが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今世界へと羽ばたく。少年の名は大空翼、キャプテン翼。もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。ついに、ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎君、スーパーグレートゴールキーパー若林源三君。小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち、そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー。彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼くん。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会、予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。翼、対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツジュニアユース軍団。行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。さあ行こうみんな。運命の一戦が今まさにキックオフです。それ！オラ！それ！敵陣へ攻め込みます。パントキック。
どこまで運べるか。ハイネ君、このボールをコントロール、体ごとぶつかっていった。翼君、素早く横にかわす。ファイヤー君、ボールダッシュ成功。ここは抜かせません。やりました！全日本ジュニアユース、ついにドイツから1点を奪いました！やったぞ！みんな、この調子で行くぞ！お！1点。だがこれは大きな1点だ。彼らの、いや、日本のサッカー界の新たなる伝説。その大きな一歩だ。翼、ヒューガ、松山、相田、ジト、立花兄弟、三杉、数ヶ月前のことなのに、まるで大昔のような。しかし、それでいて昨日のことのように感じる。忘れられない、あの激闘。全国中学生サッカー大会。今戦っている彼らが、大きく成長したあの大会を。早くも会場を包む熱気を感じます。いよいよ始まる一戦に期待は高まるばかり。全日本対ウルグアイ、東邦学園のグラウンドで両チームが熱い火花を散らします。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭に、おなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、ウルグアイ、4人で中盤を構成する形になっています。南米の古豪、中でも注目のプレーを見せるのは、テントリアのビクトリーヌ君。まるで彗星のごとき、その俊足を生かした突破からゴールを落とし入れます。まもなくキックオフです。メッセルの火蓋が切られました。翼君、左へ預けます。相田君、翼さん、ボールを蹴り出します。翼君、ここはパスを出した。ロングボールを送る、長いパスが通った。アロンソ君、激しいタックル、行け、スライディングで止めた。おっと、攻守交代だ。スライディングで止めた。ここでパスが通った、横をすり抜けた。ビクトリーヌ君、ここからチャンスを作れるか。このパスをカットします。翼君、激しいタックル、ここは勝負を避けた。もらった、止められない。邪魔だ。ナイスプレーだ。くらえ、これがタイガー。ここだ。これはキャッチできない。さあ、これを抑えた。シュートだ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。いくぞ。翼くん、ひどかったシュートを放った。このボールに飛びつく。ベガくん、
これはキャッチできない。このセンタリングをものにできるか。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。翼くんだ。これは南米式ナイスプレーだ。ここからシュートに持っていく。よく飛び出す鋭く反応。うわー、それに突き刺さった。それは世界一のサッカー選手になるんだ。勝ちたきゃ俺にボールを集めな。ヘラス君、ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。ビクトリーノ君、センターラインを越えて攻め込む。翼君、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。このボールをつなげられるか。ワンタッチで送る。このボールは通らない。ボールも奪った。もらった。西川君、クロスを上げた。ベガ君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ダイレクトでパス。そら。アロンソ君、激しいタックル。ナイスプレーだ。それノートリーノ君、素早く横にかわす。これが本物だ。このスライディングが決まった。ここでパスカット。ドリブルでボールをかわす。ビクトリーノ君、素早く横にかわす。ロドリゲス君、ボールを奪った。それマサオ君、ボールを奪うことができません。さあ、ゴール前です。いけーたい。サンティアゴ君、タックルも決めた。リスザキ君、このスライディングが決まった。いけ。ロドリゲス君、ボールを奪うことができません。止められない。まずい。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。ドリブルを見送る。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。マサオ君、ワンタッチで送る。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。ナイスプレーだ。翼君、力を込めて強烈なシュート。なんとか防いだ。そら、うわ、簡単だ。ビクトリーノ君、素早く横にかわす。クロス、激しいタックル。まさに走るダンプカーだ。このタックルは不発に終わります。ダニエル君、ボールの狙いも届かない。ニッタ君、俊足を駆使した突破だ。パントキック、どこまで運べるか。ビクトリーノ君、このボールをコントロール。全日本1点差での折り返し。さあ、注目の後半戦。チャージが決まった。そら、どうだ。敵陣へ攻め込みます。ロメロ君、このスライディングが決まった。そら、マサオ君、ボールをタックルができません。マサオ君、パスを回す。どうだ。翼君、そんな。ボールは友達。行くぞ。出しません。ナイスプレーだ。南米式のドリブルだ。よし。アロンソ君、激しいタックル。はっ、鋭いスライディング。翼君、センターラインを越えて攻め込む。どうだ。あっという間に抜き去った。ニッタ君、ゴール前に持ち込んだ。ゴールを狙う。ベガ君、これはキャッチできない。クリアでキュアを掴みます。体ごとぶつかっていった。マシアス君、素早く横に倒す。ナイスだぜ。キリサ君、ここだ。マサオ君、シュート。ヒューガ君、ヒューガ君、ダメだ。このボールをコントロール。次々にかわしていく。ナイスプレーだ。攻め込みたいところ。これがタイガーショット。この一撃がゴールを襲う。
俺は絶対に負けん。ダメだ。邪魔だ。これがタイガーショットだ。よし、何点でも差をつけてやるぞ。それ、合わせて振り打った。ムシバサ君、ここは抜かせません。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。マシアス君、ここは隙に出せません。ニカ君、瞬撃を駆使。ナイスプレータイ。早くてシュート。ここ相手ゴールを捉えるか。パスを受けた。ドラメロ君、どうだ。ここで止めた。翼君、どちらが先に触れるか。翼君、正キャリングに合わせる。ほら、パサオ君、サーブを出します。ボールは友達、渡します。どうだ。ペレス君、スライディングでカット。それ、パスを出します。パスを回す。ミサキ君、左へパス。横をすり抜けた。このタックルは不発に終わります。15分が経過しました。いいぞ。一人タックルだ。キッ。ヤマネ君、激しいタックル。スライディングで止めた。ここでパスカット。マラソン君、飛んでかわした。かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。ウルグアイ、まだ守備の体型が整っているか。ナイスプレーだ。ロングパスだ。パスを受けた。体ごとぶつかっていった。それ、ナイスだ。ここで止めた。ナイスプレーだ。ロドリゲス君、ボールを狙うも届かない。翼、ニカ君、鋭いドリブルで抜き去る。それ、ダニエル君、パスを出します。これでマシアス君、素早く横にかわす。マサオ君、シュートを放った。ベガ君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。翼君、ダイレクトパス、強引なドリブル突破。ヒューガ君、ゴール前に持ち込む。シールドを、これがタイガーショット。このスタイルに飛びつく。狙いすましたシュートで、これを決めなきゃストライカーじゃねえ。そら、これがタイガーショットだ。勝ちたきゃ俺にボールを集めな。あ、かわした。翼君、ボールを奪うことができません。ニカ君、鋭いドリブルで抜き去る。ダニエル君、ここは抜かせません。マシアス君、ここでパスを出した。マサオ君、ここから打ってきた。もらった。俊足を駆使した突破だ。うれ、体とぶつかっていった。それは、そら、ダニエル君、パスを回すよ。ビクトリーノ君、素早く横をかわす。やせば君、スライディングでカット。よし、このタックルは不発に終わります。そら、ニッタ君、センターラインで攻め込む。抜け、なんだと。よし、早草のようなセルフシュートシュートだ。ここだ。これを正面から抑えに行く。ニッタ君、ここで止めた。翼さん、ここセンタリング。翼君、センタリングに合わせる。空高くで火花を散らす。メガ君、これを止められるか。パントキック、どこまで運べるか。全日本、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。いくぞ。マサオ、はっ、もらった。な、何これ、これだ。はぁ、はぁ、うわぁ、なめんな。はぁ、邪魔だ。
シュート。ここ。ブラー。そら。これがタイガー。ここ。